青柳文庫は仙台藩の仙台城下町に幕末から明治維新まで存続した文庫であり、当時は公開文庫と称していた。仙台藩の出身で江戸に出て成功を収めた久慈市県商人の青柳文蔵が仙台藩に書籍2885部9936冊と文庫を開設するための資金占領を献上し、 それを広く活用させるために、1831年、藩の医学校があった場所に公開の文庫として設けた。文庫は明治維新まで存続したものの、母親戦争以来の世上の混乱で、蔵書は散逸した。1874年、宮城主藩学校が開設される際に一部の蔵書が同行に引き継がれ、さらに1881年、 宮城書籍館の解説に伴い引き継がれた。第二次大戦中には、青葉区愛子と芋沢の農家に疎開されていたため消失を免れ、現在も宮城県図書館の青柳文庫蔵書に459部3339冊所蔵されている。1817年頃に仙台藩藩校の要件堂から分立した仙台藩医学校が、 城下の百鬼町に設立されていたが、その構内に青柳文庫は設置された。文庫の廃止後、跡地は仙台憲兵隊、そして仙台中央警察署に使用され、現在は東二番町スクエアが建っている。ありがとうございます。